発言してください。はい、占い師です。3番白、3番白、占い3番白です。一応貼っときますね。はい。えー、で、一番さんが霊能使用。おう、で遅くにえー、っと七番さんが霊能使用。5番さん撤回ちょっと意味がないですね。 ということなんですかね。こんな遅く出てきて撤回は。とういうことなんですかね。人外ながら下がらないとかいう理論は好きじゃないですね。スライドの意図を教えてほしい。納得できなければもう7番さんずれでいいと思います。えーで、えっと、そうね。あと5番さん。ごめんね。ちょっと発言。進行論とかと次任せるかな。ちょっと待ってね。情報がまとまらなかった。 9番か七で七がでっかい5番のプレイヤーは CEO ランダムシロ2番さんですーえっとねロケット c o しなかった理由は ロケット仕様好きじゃないので口頭で出ようと思ってました。えー、っていうところかな。まあ対抗の4番に関しては多分この出の速さは、出の速さというか、うまあ基本的にはね、超人気曲では狼出ることに出ることに狼かなと思ってます。なんで霊能さんがちょっと濁ってるんですけど、 えーっと、1と6、一と六。うん、霊能に標準が出てると思えば、うん、えーっと、グレー詰めいきます。で、あと、自分はちょっと霊能ロラとか嫌いです。なんでかっていうと、えー、っと、 まあ、信用を勝ち取るゲームで、はい、そういったところが楽しめるゲームであるのにもかかわらず、え話聞かないでえローラーされてしまうっていうのは、うん、かわいそうです。なんで、決め打ちます。決め打ちますし、えっ、ー、と、まあ、4番さんのことを狼に見てるんで、うん、6級強人っていう現状の見方なんで、それが変わらなければ、 えー、一周切って怪しいグレーを釣りをします。以上。6番のプレイヤーは発言してください,ださいそうですね。うん。最近思うんですけども、まあ僕、霊能なんですけど、えっと、のの真偽って結構大事だなと思っていて、その、まあまあ今日どっちか釣ったときに、えっと、語がオオカミ。 親フラ親フラ落つ新郎新郎ありそうですよねこれね。 7番のプレイヤーは発言してください。さいはい、カリスラですね、私は、えー。一番最後に出るっていうね、全くチャットを見てなかったという、<laughs> 完全な無駄な画面, <laughs>、ね、面だけを表しました、僕は。はいえー、でですね、なえー、レノ決め打ちたいってうんですけど、ね、レノの心理が一番難くて、視点漏れもほぼほぼしない。 思うから、に6番もこの調子だと、いい6番がこの調子だからこそ精査むずいよね、っていう話ですよね。えー、5番さん、シーンだったらロケットがしようかと思った、ね、時は、絶対チャットに書く準備した方がいいですよ。なんつうんだろう、新名が落ちるだけなんですよ。出方もね、考察の大きな上と締めてるんで、ちょっと軽く見ないでほしいなって5番さんには思っちゃったかな。 発言では同等です。以上、8番のプレイヤーは発言してください。うん、はい、えー、おはようございます。4。号が占いで録がえ6。1が例の7が狩人把握え狩人対抗いないのであればか7番三振で決め打つんでえー、そうだね。5番さんのその出方がロケット仕様ありなのに遅かったのはちょっと気になったかな？ うん、で、私は、あの、霊ロ,ロラ冠水派なので <laughs>、えー、正直決め打つのは怖いかなって思う。だから、霊ロラは私は冠水したい派です。うん、うん。かなで、まあ、4号の審議は、まあ、ちょっと、そのタイミング出るの遅かったっていう点で、今のところ4を死んで見てる。 で6番さん発言聞けなかったのはかなり痛いからちょっと2周目に、えー、16の審議をしたいかなっていう感じ。うんはい、以上9番のプレイヤーは 発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営でした。えーと4が3にしろ5が22。白120の7仮ド把握しました。カリ仮ド対抗23で出るの出るんであれば絶対出てください。フルオープン希望です。7番さん、あのカリスラだってこと言いましたけど、ロケット仕様で5番さんが出るのが遅いと言いつつ、自分はチャットを全く見ていなく、霊の出て3人いたから撤回したっていう点で、ちょっと7番さん村人だ。村人本当のカリウド。 だっっったらちょとと残念すすぎるのかなと思ってますで今日は霊能から行くので61の話を聞いて決めたいけれど6番さんは結局喋らずって感じなので2周目精査していきたいと思います45、えー、であれば私は4の方が新名だと思ってます、えー、とロケット仕様ありという説明があったにもかかわらず5番さんロケット仕様が嫌いだから出なかったというのはなかなか新名が取りづらいということと霊能を決め打ちして霊能 ロラではなく話を聞かずに釣るのが嫌だと言いましたけど、話を聞いてどちらか釣るっていう形になるはずなのに、話を聞いた挙句決め打ちをするっていうのは、ちょっとムラ視点がずれてるのかなって思った点で、5は結構黒いのかなと思ってます。で、霊能新京で、えーと、5番さんが言ってたのかな、うーん、例の新郎の可能性もあるので、占いが新京、その可能性もあるので、霊能は私は釣り切りしたいと思っています。どちらから釣るかかるは2週目に お札落とすので、えー、お願いします。で、二番さん、三番さん、彼があったら絶対出てください。フロぐはン希望です。一番。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分霊能者でした。霊能者です。えっと、まず占いについて触れます。四号に関しては、四番さんの方が圧倒的に新芽に見ている。その理由、発言からですね。えっと、四番さん視点で、えっと、霊能仕様が一六七って出た場合、出七番さんがスライド、七番さんが明らかに怪しいっていうのはすごくわかる。 で、5番さんの発言。5番さんは、えっ、ー、と、なんだっけ、対抗の4番さんどう見るかって話で、この出方としてはって言ってから、この出方としてはまで言いかけたのに、えー、レギュレーション的には、占いは狼で出るから狼っていう見方をした。うん、これ、めちゃくちゃおかしいと思っています。まず5番さんは出方としては、出方から見ようとしたのに、それを取りやめて、レギュレーション的にはっていうふうに、に意見を変えたてからね。 で、出方からの考察を全くする気がなかったんじゃないですかてが、できなかったんじゃないですか、うん、っていうところ。出方からしても5番さんは後出し、っね、えっと、なんだっけ、ロケと仕様嫌いだからって言っている。自分は、えー、対抗が出ているのに出てこない新役所と、役職というのは、基本的にあまり信用しないようにしている。うん、っていうところから、自分は4番さんの芯が圧倒的に高いと思っています。うん、5番さんは、えー、そうだな。6番さんの発言が全く聞けてないところから、そこの判断はまだ難しいけど、 普通に占いのシーンを確定させたくない狼で出てきた可能性も全然高いと思っています。うん、で、えー、っと、ただ6番さんの発言聞けてないからな。っていうところで、結構5番さんの狼はあると思っている。ただ6番さんの発言聞けてないことから、ただ5、6、ールはないかな。ってか5番さん視点で7番さんってめちゃくちゃ気になる存在じゃないまだ7番さん仮詠とだって言ってないんだから。そこに触れないのもかなりおかしいと思う。四号で言えば4番さんの方は圧倒的に新名。 今日はレールをいくか、えー、グレーツムルるか、決めてほしい。レールはどう僕の発言の時に撤回しなかったの。のプレイヤーは発言してください、さいはい、おはようございます。マルトジエンです。まず、占い師に関しては、まあ、4の方が新名なんだけど、4の発言で唯一気になる点があって、これ最初、平和村だと思ったの。うん、太鼓が出てこないから。うん。でも、4番から平和村って発言がなかったから、それだけちょっと引っかかってる。うん、うん。なんでそれ出なかったのか教えてほしいかな。 うん、グレーについて8、球は、まあ、うん、似たようなこと言ってんだけど、球の方がちょっと白っぽいかなと思った。えー、理由としては、5が偽だったら、うん、俺も新郎新郎か、5強だと思うんだよね。うん、5、で、えっ、ー、と、相方がグレーにいるのに釣り押すみたいな。うん、視点が8番は5、2世で見てたのに、その発言が出なかったから球の方がちょっと白い。 うん、一番もちょっとわかんねえな。五六朗朗で見るんじゃない普通。それか五強で見るのが普通だと思うんだけど、五六朗朗ないって言ったのは何でかなっていうのを思ってる。うーん、まあレーロラ、ローがあるからレーロラでいいと思う。ちょ、一六精査次で決める。3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。村人陣営です。えっ、ー、と、2番さんに言っていた平和村ですねという言葉がなかったのは別に気になりませんでしたね。 うん、そんなに引っかかるところではなかったと思います。私も4番さんの方が新芽が高いです。えー、と5番さんに関しては、えー、レイローラーはしたくないと言っていた。グレーを詰めるっておかしいですよね、普通に考えて。それであれば、もう霊媒師でどこ、こっちの方が新ですっていうのを次にしっかりと述べてください。それぐらいないとおかしい発言です。それに関して、えー、と4番さんはちゃんと7番さんの出方結構不審でした。 まあ、狩猟度と出ていたのでいいんですけど、その霊媒師の時はとても不審だったので、そこにも5番さんは触れていなかったので、そういう発言からも5番さんの不審の方がないかなと私は思っています。で、6番さんと1番さんで比べたら、1番さんの方が、えっ、ー、と、新名は高いです。まあ、6番さんはね、うん、ママが来たから仕方ないかなと思うんですが。ママ うーんと、あとは、まあ、2番さんですね。グレーに関しては2番さんがおかしかった。1番さんの発言終わった後に16の精査できましたよね。でも2周目になって考えますと言っていたので、うーんって思いました。そんなところですかね。まあ、今のところ1番さんと6番さんであれば、えー、6番さんの方がつるかなっていうところですね。5番さん普通に私入れてもいいかなと思いますが、まあ、6番さん かな5と6の方が2攻めは高いかなと思っています。1番さん人狼だったら4シーンとか言わないかなと思うんですよね。はい。4番のプレイヤーは発言してくださいまず5番さんの発言から1番さんも指摘してくださいましたが、えー、と4番の速さ的にいやこのレギュレーションは対抗が狼みたいな感じで、ね、無理に私を狼に言わせようとしてたこれは5番さんが自分が狼だから。 ま、何かしら理由をつけようとしたんだが結局できなかったという感じ。で、霊ロラは嫌いと。うん。レロラ嫌い。話を聞かないで、霊ロラはかわいそう。話を聞くチャンスはいくらでもあるでしょう。うん。しかも、えっと、なんだろう。じ、レロラしないんだったらもう明日決め打ちなんですよ。そっちの方が酷だと思うけどね。思いますけどね。占い師視点だったら霊ロラして、その間に、えっと、占えるでしょう。2回ローラーしてる間に。それを使って、 で、自分の死にを上げに行くべきなのに、やたらめったらロラーを嫌がってるのがよくわからない。で、グレーめ結局何をしたいのかっていう結論もなかった。から、5は2を囲ってる可能性も十分にあるかと思った。グレーめに持っていきたいのかなとも思った。うん。今日はグレー行ってもいいとも思うが囲いもあるかもしれないが、まあ、そこはクロス占いとかでもいいんじゃないかなって思うので、今日は9をめちゃくちゃ釣りたい。9は、 え、カリードに、やたらめったら突っかかってるのがよくわからない。確かに私もレール、あの、狩り糸をスライドするメリット。あの、タイミングでの、あの、あのタイミングでのカリスラはよくわかんなかったが、そこまで突っかかるべきではない。それを使ってる時間があるんだったらもっと精査すべき。今日はめちゃくちゃ球を釣りたい。かな。あとは2番の平夜村って発言がなかったから気になった。これもちょっとめ無理があるよね。だって私の番で13だったんだよ。 うん、それで何 ?13 でスライドがあるって分かってたとかそういうこと、うん、ちょっと無理があるでしょ。私の段階では13だったんだよ。別になんか平和村でしたなんてわざわざ言わないから2三はちょっと無理があるでしょ。2で囲われてる可能性もある。グレイ行くなら9。5番のプレイヤーは発言してださいレイく押した。一本指定で押したというところから4番さん狼かなり硬いと思ってます。で、6番さん1番さん新疆で見てるんで、 えーっと、例のには手つけないでいいと思ってる。えー、っと、明日で、えー、決め打てばいいと思ってる、俺は。うんえ。要は4番さんに俺が勝てばいいだけの話だから。でね。強靭じゃない、それ言うな。えいや、俺ね、怪しいと思って、今日釣りたいのは3番さんね。まずね、まず9番さんを釣りたくない理由としては4という狼が釣りをしてるからです。で、今日はもう3番さん一本指定します、私。 あーでも3番さん4の白もらってんのか。ああ。これは勝てそうだね。じゃあ分かった。うん。四番さん提案乗ってクロス占いしましょう。でいいです。じゃあ9詰めます。<は>9じゃねえな。9釣り押されてるから8詰めるわ、俺。うん。俺9番さんはね、そこまで黒くなかったね。7番さんへの突っかかり方は妥当な突っかかり方だったし、そこを をいちいち突っかかったって言ってうん、釣り寄すのはちょっと無理あると思ってる。今日8番さん詰めますね、私。まあ正直8番さんの発言から白要素、黒要素拾えてないんですけど、うんいや、本当にね、まじ3番さん釣りたいですよ、私。もう3、4、ロ6ロが見えちゃってるんで。 3番さん釣りたいんですけど、あの、レールをラ行くっていうのはね、やっぱ人外の思考で、要はその間に時間稼いで、しっかりとあのー、人外のいい思考だと思うんで、今日8番さん入いますね。以上。6番のプレイヤーは発言してくれてください。はい、1周目申し訳ございませんでした。で、えっと、5番偽ですね、これ多分。5番行ってもいいと思います。で、4番が9釣りをしたことから、えっと、5番が8に行きたいということから、 59、6ロも普通に見える。で、うん、えっと4号のし、4号はどっちかに新郎だと思ってるから、えっと、初日学校は弱いと思ってるんだよね。52とか43とか、クロス占いされるから。っていうところから、俺4号で新郎で見てるから、相方は89にいるんじゃないかなと思ってる。新郎、新郎はないっていう、まあ、前提ね。4号の相方が89にいることから、いると思ってる。で、えっと、2周目の発言で結構見えたと思っていて、59か48だと思ってるんだよね。結構ほぼほぼ。で、 5, か 4, だと思っているけども、俺は 5, だと思ってるだから5級だと思ってる。うん。まあその5番さんの意見で、えっと、4番さんが人狼で見ているから4番さんの人狼が9を押してるから9は釣りたくないっていうのはわかるんだけども、うん、でも3はいかないでしょって。うん、3はいけないよ村目線。白出てるし読む方が C 目高いんだから。うん 一番強人で見てることから全然グレー、俺全然9押せるんだけども、5番いってもいいよ。うん。その7からの意見を聞いて、その9に入れるか5に入れるか結構迷ってるね、今。俺結構5か9に入れると思ってる、今、現時点で。うん。7以降の村目線で、俺は全然5いってもいいよっていう意見を落としておくね。うん。うん以上ですね。 い,いいですね、両方ともね。発言してください。あのですね、これレナ、レイノローラ絶対ないわ。あの、5番シーンだったら、多分挽回めちゃめちゃむずいと思うから、多分2番くらいしかシーン終わなそうな感じだから、グレーも例ノも見ててもね。例外、うん、ローラしても、多分5番シーンとのむずいと思うから、グレーか5番しか俺はないと思う。うんし ええと、例の以外行った場合は、16は絶対、例の結果は朝1で書くべき。1秒でも遅れたら、そいつ2世進行で、追い続けていいと思ってる。いいですね。いいすねあと、グレー全員5偽って言ってて、そこで3、全員5偽って言ってて、2番以外ね。それで5ついって言える、3番は最白ろだと思ったけど、占い系が関係なしに。なら5ついでいい。 てかね、俺、歯磨いてたし、占いで4白書こうとしたら4占いで出てたから、こんな感じになっちゃった。知らん。歯磨きしようするな。はい <laughs> え。5番さんの私行くが超謎です。<laughs> まあ4番さんが9を釣りをしたから、4番さんを狼で見て、えー、と私があと唯一グレーだから私に行きたいって言ったのはまだわかるけど、 えー、私の黒塗りが雑だった。で、えっとね、うん、正直、えっと、2番3、まず二番さんが、えー、っと、番、あ番さ番をたたえたんだよね、番さんが。それって2、2、2が、5が2を囲ってたとしたら、めちゃくちゃ強気な発言だよね。うん。ってことで、私2番さんは村なのかなって思った。囲われてないのかなって思った。で、9番さん9番さは狩りにたた、狩りをたたいていたって言うんだけども、えっとね、 オオカミで狩り叩くかなと思ったんだよね。チャット c o もありだよね。だから7番さんがこ狩りって出た時点で対抗も出ると思うから対抗がいればね。で、それで9が七番でし叩くっていう行為もああうーんと思ったんだよね。正直これ村、村、えー、グ,グレーっていうのかな。で、ちょっと黒い人が私はちょっと正直見渡らない。 新郎新郎もあるんじゃないかなって若干思ってる。で、1番さんと6番さん、まあ、5番さんは、うん、まあ、人狼だと思う <laughs> で。1番さんと6番さん、え正直、えー、っとね、今日、人っぽい動きがわからないな狼もあるんじゃないかなと思ってる、今人潜伏でね。うん。<こ>で、えー、私も今日はゴズリでいいと思う。 で、明日朝一で霊能結果貼ればいいと思う。決め打ちで四番三振でいいんじゃないかなと思ってます。以上。九番。レイヤーは発言してください。二、うん、週目お願いします。今日はね、一番三から釣ります。霊能ロラ絶対です。例のロラ絶対。四番三五番三で、ね、グレーから釣めるって言ってるんですよ。これ相方に。 相方が真、老で出ているから、霊能にグレーを詰めたいと私は思っています。で、7番さんが出たときに、私、狩人度2番さん3番さんいるなら出てくださいって言いましたよね。これ、もし2番、3番さんから狩人が出たら、もう、まあ、仮に3番さんが狩人とします。そうしたら、2、9、8、無のは確定なんですよ。わかります皆さん。これ、確定をするために、7番さんに私は突っかかりました。7番さんの出方も怪しかったですからね。 で、それに対して4番が急がしんかりになんかつっついたから怪しいっていうのはちょっと4番さんの視点も濁ってるのかな。で、2番さんが5番さんに叩いた。もう5は圧倒的に新芽がないのでみんなライン切りをしてるのかなと私は見ています。今日は絶対霊能からいきます。4番もグレーを行きたい。5番もグレーを行きたいってことは絶対霊能に狼が私はいると思っているので、で、1番さんが 1>, 1週目、6番さんの話を聞いてないから、俺はちょっと分かんないけどって言ってたんですけど、1番さん目線、6番さんは偽ですよね。偽なのに、6番さんの話を聞いてないっていう、その発言が圧倒的に新芽がなかったと思ってます。で、他の方からその話が出てこなかった。で、グレーを冷たい。ありえないと思ってます。今日は絶対、例のからいきます。私、1番さんに入れます。村目線、これ、飲めますように一陣外必ず釣れるんですよ。で、号泣でもう皆さん、ロックなんですか 全然私、スマラなんで、釣ってもらっても構いませんが、何もスッキリしないので、1からいきたいと思います。1番のプレイヤーは発言してくださ、2名目というとで、えっと、まず9番さんに弁解すると、6番さんの発言を聞いてないからわからないと言ったのは、偽は確定しているが、あの、狼か狂人かはまだわからないって話ですね。そこ、えー、曲解してもらうとちょっと困るんですけど、追加します。で、5番さんここまで、あの、なんだ、切られてるっていうのは、 自分結構4号心境あるのかなと思ってるんですけど。普通に対抗の6番さん、大会もあるのかな ?6 番さんも5番さんずりをしてるんですよね。うん、で、グレーだったら、6番さんグレーだったらどこって言った ?5 か9に言える。うーん、9なんだ。ちょっと待って、4、6もあるんじゃない正直4番さんの9番さんの殴りは若干不当に感じた。9番さんって1周目の時に、確かにレ能モンに突っかかる時間は長かったが、一応、その四号、 6に触れてはいた。8には触れてなかったっけって感じだけど。だから8、九で比べたとき9番さんの方が黒いとは思う。うーん。4番さんは9番さん。で、5番さんは8番さんを釣りをしている。で、5番さんは3番さんが黒いと思っている。だから1本釣りしてしたけど、クロス占いすればいいじゃんって考え方に変わった。うーん。 これ5番さん今日なんだよ。5番さん偽ロックしちゃってるけど、5番さん今日もありえるんじゃないかと思っている。6番さん黒もありえる。振動振動だったら46ってなるかなってちょっと思ってますね。5番さんがあまりにも切られていることから強靭目はあると思っている。それなんか急に偽臭くなったな、1>, 1番さん。7番さんはあれかグレーツメルって言ってるのか。じゃあグレーズメ飲みます。 あ地球だったら9番さんの方が黒いことから、自分は9番さんに入れようと思います。9番さんの色を見て。僕のー a の突っかかりはおかしかったのに、2> 2<番>でも9の方が黒いんですか一番。発言してください。はい、おはようございます。うーん、占い師に関しては、まあ、5の2戦目が2週目でめちゃくちゃ上がったかなと思いますね。結局、<laughs> なんか盤面的に釣るしかないみたいな感じだった気がする。で、 だ、何、返答しとくか。4番に対して、まあまあ平和村って言い方が悪かったけど、占い師確定の盤面ってことね。で、3番に16の精査、できないでしょ。だって6の発言聞けてないんだもん。<laughs> 俺1、1、一の方が強靭だと思うな。46、6、6で追うんだったら6番釣り押すんじゃないの普通。なんで、狼ないかもしれん。で、9番に関しても、えー、16で陣が釣れるっていうのがあるけど、5のこと2 0 0で見てんだったら、5釣り押せばいいんじゃないのと思った。1番は5のこと誰も変わってないって言ったけど、まあ村目線、 俺と9番が5のことをかばってるように見えると思うけどね。だから、レイロだったら1番、グレーだったら9番、8番白いと思った。めちゃくちゃ白起きしてたから、めちゃくちゃ通用されるもん、狼だったら。うーんって感じかな。195人外かな。3番。 のプレイヤーは、発言してください。さいはい。えっ、ー、と、9番さん行くんだったら、絶対今日5番さんに行くべきだと思います。えー、皆さん、芯切れてるんだったら5番さんに行けるはずです。9番さんに関しては、まあ、1番さん行きたいって言っていたから、私も2周目になって、1番さん結構偽っぽいなと思いって。対抗するのってどうなんだろうな5番さんの、えー。肩を持ちつつ、まあ、5の芯は切れているんだけど、心、え、境、ー、かな、みたいな。ちょっとね、 あの意見がぶれてるような感じがしましたね。6番さんに関しては2周目しっかりと話していたかなと思いました。だから9番さんはそこの1番さん、まあ、理由があまり聞けてないから何とも言えないけども、それだったら皆さんが芯切れてる5番さんから行くべきだと思うんですけど、霊媒師がいるときに色もわかるし、どうですかね。 まあ私4番さんの城先だから怪しいって思われるかもしれないですけどみんながそう思っているんだったらそうでいいんじゃないですかねって思いますまあ5投票しないの、はい、なんでってなるよな。普通に9位つって2位裏なたいんだけどな。な初日決め打ち初めてかもしれませんね。 5番。すごいね、ーーこんなん初めてだな5番のプレイヤーは発言してください4人しか見えないよね、うん、これすごいなどっち、ね、5に入れなかったらこれ、後から疲れそうなレベルだな一番さんの方が真かな うん、6番さんはなんかこう、波に乗って発言してるだけであって、うん、自分の意見足りないね。一番シーン。3、4人狼だね、これ。うん。3、4人狼片白、釣りだって、俺。うん、3番さんのこと。なんならね、4番さんつ釣りを提案したかったんだけど、それは飲めないでしょ。 んか今年の3番も飲めないかっていう結論から、えー、4番が釣りをしてる9は避けたかった。で、えー、8番投票です。これ。うん。さあもう俺、3、4人路ロックしちゃってるな、もなでも。さっきの3番さんの最後の発言から。明らか。うーん。もし明日になって、 俺に黒打ってきた方が偽になりますね。9番さんもゴ番されてますね。どうなんだろううーん、白白で強靭を負わせるっていう作戦もあるんで。えー、難しいな。ね、8位がすごい黒いと思ったんだけどな。無駄に2占っとくべきかな。まあ俺34人狼6強靭。まあでも、ジだからサイクロいってもいいよな、これ。ドルが来ました 目を閉じてください。隠しろ作らなくても,もういいんじゃないかと思うんだけどな。ないといいんだよなめちゃくちゃゃくくまあなんとかー っかり噛まれて8キロラでいいのか朝が来ました。 あ、そうか。8キローラーでいいのか。昨夜の、ま、3が狂人。ロー。<番>ローローでもいいか。8キローラーでいいのか。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。えっ、ー、と、例の結果が5白。うん誰が5黒 ?1 番さんが5黒。6番さんが5白。 で、えー、と2白。2が角白ってことか。逆じゃないうん。えーとね、5番、5番さんの言ってることが遺言でも終始ちょっとよく分からなかったかな。<laughs> うん、5番、人狼、かたいんじゃないかな。あ、でも、強人ってのもあるのないよね。5番、人狼だと思う。で、うーんとね、やっぱグレーでね、 黒っぽい人がいないんだよな。例の王冠のことを考えると,、えー、と5白でっていうのがてる6番さんが人狼もしくは強人。でもねグレーで強人目っていうのがいないんだよな。唯一9番さんがその狩りを叩いてたことが強人アピールなのか。うーんとねまあ私目線ね、えっと、5番が黒で、えっと、16が強人であれば9つったら終わるんだよね。 4番さん新進行でいくとね、うん、えー、これどうするんだろう私今日えっとね5番黒硬いから進路進路ってことも考えてまず6位行きたいなって思うけどどうだろう、まあ、9, 位って終わ9位って終わんなかったら私目線66 <laughs> で終わりかなーうん5番はもう何言ってるか分かんなかったから絶対陣外硬いと思う 新郎新郎で、2、3に強人がいないりは勝てるよね。えっと,、ねと,えー、と、九番、私目線9か6なんだよね。4番さん新だから。えー、意見聞いて決めるけど、9番のプレイヤーは発言してください。さいはい。えー、とっといろんな考え、4、ね、番さんファンだってことですね。6、1で精査が違う。で、5番さんが新置きしてたのは1番さん 一番3は5を黒と言っている。ということで、51のライン、五一のラインはない。あるとしたら56。うーん。あれちょっとなんか、1周目と思っていたのと違う。んこれ、今日は、グレーズ目ですか <laughs> グレーズでも、霊能が違うっていう点で、 4番黒の可能性もある。でも2番さんは真あ2番さんは確定白で。え、ちょっとごめんなさい。なんか5黒結構硬いのかなと思ってたので。あ5が黒が硬いってことは5に白を出していた6番さん6番さんが2戦目なのか。うん。電気つけ。あ すいませんちょっと皆さんの意見を聞いてどこに入れるか決めたいと思います。2番さんちょっと合わせます。すいません。1番のプレイヤーは番5番さん黒でした。5番さん黒です。なのでまず自分目線話しますね。自分目線話します4番さんえ3番さん白、2番さん白。6番さんは強靭か黒か分かりません。強靭か狼か分からない。もし6番さんが強靭だった場合、自分目線は89ローラーで勝ち。っていうと 状況ですね。9番さん昨日、あれですさ、5番さん黒だと思ってたって、そんなこと言ってました ?2 周目全くそんなこと言ってなかったと思うけど。5番さん黒だと思っていたのに投票は6番さん,うんもし6番さんが強人であるなら5番さんの相方は9番さんかなとやっぱり投票5じゃなかった。うん。グレーを詰めるだったら今日は9番さん。ただ自分視点としては、うん、偽が確定して6番さんにも行ってほしい。6番さん、だなぁ、 相方です、あそこまでご釣り押すかな ?6 番さん強靭だと思うんだけどなで。4番さんはおそらく今日噛まれると思うんで。うん、村目線の安定進行取るんだったら多分自分なんですよね。ただ、自分釣りは正直の飲めない。飲みたくない。決めるってほしい。そ安定進行あったら4釣りじゃない ?2 銭決めるなんであれば、お黒は飲めるんじゃないかな、村目線。 なんで正直グレーツメールだったら今日は9番3に行きたいと思っている。ただ、自分目線の安定進行を話すと6番3。ただ、6番3で終わらなきゃ9番3で自分は終わるかなと思ってます。うん、そんなところかな。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。まあ、5クロは、まあ、納得は納得なんだけど、61の結果が逆だったら納得だった。 一うん、うん、番目線6番何見えるのる ?5、6、人狼で6を押,押さないでしょそれはまあ、6が5に黒出すと思った、僕も。で、6番強人だったら明らかに2戦目の5番押さないでしょうん、そのうちわけよくわかんねえんだな。8、9、8、9だったらやっぱりめ,めっちゃ安定進行を取るならね。仮に。

5番さんのことを黒だと思っていて、いでも1番さんと6番さん、狂人っぽくないんだよなって言っていて、9番さんも5番さん黒だと思っていて、ああ、じゃあやっぱ1番さんの方が好きなのかなえ、声小さいですかあれ聞こえますはい。 あのちょっと8番さんと9番さんは同じことを全く同じことを言っていたので精査するのが本当に難しいと思いました。2番さんは隠しろ1番さんと6番さんですよね。うーん、でも5番さんのみんなシーン,番さんのシーンを切るってことは、5番さん、人狼なんじゃないかな、違うかな、逆に怪しまれたくないからっていうのは。 だって、私もそんなにすんなり、みんな入れてくれてるので、ちょっと不自然だなぁとは思うんですよね。狂人さんも入れてるってことですもんね。うーん。ちょっと8番さんと9番さんが同じ意見すぎて、ちょっと難しいんですよね、精査が。6番さんの意見聞いてたけど、でも4番さん噛まれちゃうから難しいんですよね。レイバー行った方がいいのかな。 8級でもワンチャン終わるっていう可能性の方が高いのかなと思うんですがあどう思いますかね4番さんグレー詰めで最後例の決め打いいんじゃ,んな,ゃいない,い今日噛まれるし僕う、えーあーちょっとごめんなさい考えます四番のプレイヤーは発言してください5番さん精査いるまあ16の精査につなげたいってことかな 今日は8級ローラーでいいですね。8級ローラーでいい。なぜかっていうと、もう5番さんで人外が釣れてる。で、残り3名は、残り2人外だから、えっと、8級ローラーでいいと思う。でもし、えっと、霊能2進路の場合は、まあ、最後決めつっ,って形かな。2、3に狂人がいて5、狼の、進路進路。 いやー、89室にいいと思うけどな。9番さん、9番さんから行きたいかな、うん、9番さんは昨日は5番さんに投票してますよね。1番さんは把握もありかな。9は5に投票してる。1番さんから行くんじゃなかったの。その理由がない。占われなく、占われたくなかったようにしか見えなかったね。うん。で、4黒の可能性もあるって言ったよね、9番さん。ここで追うの私の黒。私釣りたいの。 89はもう、じゃあお互い、じゃあつってください、つって。8番さんは9番さんつって、9番さんは8番さんつってください、と。プラス、霊能の審議だけ、あの、審議を考えなだけいいんだよね。そこがなかったよね。9番さんつって終わんないかな新郎、新郎。一応23展開だったよね。13からの23でしょ。 回避したのいつだったっけ僕の発言の時だったっけ七番さんが。まあ、今日は9番3ずりでいいと思いますね。うん、うん、そうね。9ずりで。6番のプレイヤーは発言してください。いや、今日は1に行ってほしいですね。えっと、理由を言うと、僕はもう4、新決め打ってるんですよ。で、僕は、えっと、5、黒出ると思ってました。正直ね。うん。 でも白だったんで、強、ま、靭、あ、でもう決め打ちます。4、4、5、今日。で、1がオオカミなんですよ、そういう目線で言うと。1がオオカミなんで、今日1釣ってほしいですね。で、1、8、ロ6とかも全然あるんですよ。きょえっと、1番は、えっと、今日う9釣りをしてるんですよ。で、き前日も1番は9に入れよっかなーっ,ていうっていうふうに言ってるから、19はないのかなって思ってます。うん で、一番さんに明らかにおかしかったところを言うと、46、新郎、新郎って、えっと、5番さんは、え、じゃあ、狂人なのかなっていうふうに言ってたんですよ、その前の日ね。うん。じゃあ、あなた目線の真の占い師はどこですかっていうふうに言いたかった。昨日の2週目の発言ですね。うん。明らかに一番さんおかしいんで、今日は一番さんっつってほしいですね。僕目線だと、えっと、4、真、5、強・一郎なんですよ、多分ね。 でもし僕が狂人なりオオカミだったら、4の、えっと、偽,も偽も全然考えますね。つまり4がオオカミっていうことですね。もし自分が今日なりオオカミ、狂人なりオオカミだったら、今日4つってほしいですみたいな感じで言うと思うんですよ。5の真を追ってね。うん、なんで、自分は真なんで全然4を芯で見てるんで、5今日の、えっと、1オオカミで見てるんで、今日1つってほしいですね。1八オオカミとかも全然あるんで。うん <laughs>

9番のプレイヤーは発言してください。はい、えー私が。私に入れたのが1248。私、スムラなんで、釣られても何も変わらないけど、9釣ったらすっきりするんじゃないなんか6番さんのさっきの発言を聞いていて、結構。 6白を出した時点で、ね、を押したで1が黒っていうのはすごくよく分かったので今日私は1番に入れましたうんと村目線8九ローラーで終わると思ってるんですかねうん4番がやっぱり霊能に全くいかないっていう点が結構臭くは感じるんですけどねなんかやっぱり霊能の結果が反対だったらもっと1周目の自分の考察とすんなり返ってきたけれど 全く違っていたっていう点でちょっと混乱しています村,村の人が頑張ってください誰占いたいですか皆さん。夜が来ました目を閉じてください占い師は目を開けてください占い師は見る相手を選んでください一六、まあ、占ってもいいよね、まあ、どっちにかわれますけど八、まあ、占う素直に素直に八占ってみますか どうしに。 黒いちがいなさすぎてなもんね,ね朝が来ました昨夜死んだのはイ、うん、!6 番のプレイヤーは発言してください9黒だった え、1級のこれ身内切りじゃん。え、こんなん終えんよ。え、まず4進でいいですよね。やっぱり6 3の漂白紙とか全然終えないよ、もう。え4進2、3、白。9オオカミ。9オオカミだったことから8は白になります。僕目線はね。役職に一郎と9オオカミなんで。8は僕の中で各白です。<8? S 1> 今日1、6のランにしましょう。 今日一番に行ってください。一級一級狼です。これ多分。っていうかこれ絶対。六番さん目線八つり飲めますよね。五、うん、強四進一級狼ですね。もう二進。昨日言ったんですけども、一番さんはえっと初日の二週目に四六進路進路あるかもしんないなってなってくると五番さんは点点点強人みたいなこと言ってたんですよ。 それと、村目線19オオカミ追います、追ってほしいな。うん。19バチバチにやってたんですね、これは。だから9番さんも昨日なんかちょっと落ち着いた感じだったんだ。正直俺、9白だと思ってたんですよ。俺、5黒だと思って9白だと思ったら、5白で9黒出て、自分でもビビって、はい。まあ5黒、8、9、1>, <黒>9 1入れてます、ね。しかも1も9入れてる。まあ割と素直な。 これ多分1級の二郎を村目線を負わせないために身内切りにしたんだと思います。今日は1番釣ってほしいです。僕の中で8、2、3は白だと思ってます。今日1釣ってください。8番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、っと、えー、私目線、まあ、4番さん噛まれたってことは4番さんは真ってことは2、三はやっぱり白。ってなると4真で5がね、強靭だ た場合6がで1、級人狼えっと、4信で、えっ、ー、とで、えー、56人狼だった場合、やっぱ強人目があるのは私は9だと思っている。うん。だから私目線、私は村なんで、16ロラで私は、私目線勝てるんですよ。<laughs> うん、で、えっ、ー、と、まず、強目があるのは9だと思ってるから、まあ、私釣りでもいい。そしたら、えっ、ー、と、明日、 え、さんどっちか噛まれて、1、6の審議でも構わないけど、私目線1、1、6、ど、1、釣り切りで勝てるんで、うーんーとね、正直ね、1、6、うーん、1、6の精査、どっちが怪しいかって言われたら、正直、りりうーん、どうかな。6番さんの方が発言的には、うん、人外っぽい。 から、うん、6, 6から行って、次1で勝ち。私目線ね。で、えで村目線わからないんだったら、私から行って、えー、16の審議でもいいえ。2番さん、3番さんに決めてもらって、全然いいです。私目線16、釣り切りで勝ちなんで、まあ、今日は6から行ってもいい。まあ、1番さんの発言聞いて決めるけど。うん、16で怪しかった方に入れる。以上。1番のプレイヤーはさ、1番3白でした。 一級ってあります自分、えー、結局投票は5番さんに投票してるけど、自分9番さん釣りをしてるけど。あと6番さん、結局初日の、えっ、ー、と、なんだっけ、5番さん、なんだっけ、占い行くなら5番さん、グレーなら9番さんで9番さん入れた理由言ってませんよね。そこもおかしくないですか ?9 番さん白でした。あー、ただな、ちょっと待って。 一応自分目線6強8黒はあるんだけど、八番さんの発言からそこまで黒いとは思えないんですよね。これ、振動振動なんじゃないかとちょっと思ってるんですよ。ここ、決め打ちしてほしいですね。<い>自分としては。六番さん釣ってほしい。いやー、それはいかん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 。かんかんただ、一番最後で釣ってくれると思うけどな。うーん。てか、自分狼で、 5番さんが圧倒的に攻めって言います一番最初にそれ言ったの自分なんですけど。あと2番さんに言いたいんですけど。っあと一応自分昨日6番さんがどう見てるかって話したつもりなんですけど。あの、6番さんが5番さんを釣りをしてることから、普通に分かってなかった狂人なんじゃないかって一応昨日は言ってるんですけど。ただ8番さんがすごく白く見えることから、 この6狼あるのかなって今思ってるとこですね。ただそうするとちょっと強靭置がわからない。いや、白くはないくない。これくらいから言えることは、6番さんに言ってください。以上です。両視点8釣れるんだよな二2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。いや、今日は8でしょ。あ、おや。8釣りますよ、普通に。だってです、例のでしょ例の強靭でしょ多分。 だって一16ロ、どっちかに狼おってさ、五あんな五つの流れになるならないでしょ。16、どっちか強人でよく分からなかったから、新名取ろうと思ったんじゃないの、うん、俺旧、九昨日の遺言で、なんか、<laughs> 俺、黒子思わなかったんだよな。なんか考察がっていうより、なんか、めちゃくちゃ煽ってきたから、うん、普通に村なんじゃないかなと思ったんだよな。<laughs> ま、8が村、狼かどうかわからないけど、俺は例の新京で追ってるから、とりあえず8つるよ。あ素晴らしい、そうそうそう,そう。3番標人はちょっと見てないから、8つってダメだったら16精査でいいと思ってる。とりあえず8つるでしょ。61もなんで8つらないのそこ,こはよくわからないです。以上です。素晴らしい。3>, 3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、この場面で3級は面白いですね。 そうですね。私は8番、9番さんと8番さんであれば8番さんの方が怪しいと思いました。なので昨日8番さんに入れました。えっと、まず、6番さん視点だと9番さんと1番さんが人狼ってことですよね。これはちょっと難しいと思いました。9番さんは、えー、初日、えー、絶対例のローラーと言っていました。 相方の1番さんがいるのに1番さんに行きたいと言っていた。1番さんに関しては4番さんのシーンを決め打って9から行きたいと言っていた。これは難しいですね。あんまりこのケースは考えづらいと思いました。確かに普通に霊媒ローラーって私も普通に行くので、5番さんのシーンがなさすぎたところからここに行ったんですけど、普通に分かりました。9番さんの行動は私は理解できたので、それよりも8番さんの5番さんシーンでっていう、このね、5番3なんだろうな、5番が。 黒でーって、その後の発言もなんかね、ちょっと不自然に覚えたんですよね。9番さんと8番さんであれば。なので私は8番さんの方が人狼なのかなとは思っています。うーん。うーん、でも8番さんが今日私釣りでいいですよっていうのがちょっと引っかかるんですよね。8番さんじゃでいい。まなでもいいから釣っとけ、もう、8うーん、8番さん釣りでいいっていうかな。 うん。いや、でも、そうですね、8番3で終わんなかったら6番3じゃないかなとは思ってます。と8つってから視点がスッキリするからね、はい、初めて。投票を始めてください。9つって視点がスッキリするというのは、初期ローラーしてって感じ。ただ待ってよ、16が、 一番さんが八番さん入れなきゃ釣られなくない8番おーよかった。ーたよかったよかった。まあできればね、最速で終わりたかったですけどね。二日目で決着みたいなことはね、したかったですけどね。 オッケーオッケー GG かよかったですね2番さん3番さんがねすごくねもっと8球釣り念押ししてもよかったかな8番さんも普通に黒かったもんねそれも言うべきだったかなまあ誰か言ってたかな自分目線の狼がいないっていうのはちょっと気ラは視点がおかしすぎるね誰にも黒塗りできなかったって感じだろうね まあ、5番さん釣られた時点でもう、狼はもう、ほぼほぼ負け決まってましたけどね。もう僕にシ決め打った時点でね。まあ、初日に決め打ちされたの初めてでしたね。これは、よかったですね。うん。グッドゲーム。GG。